のカリスマカラスマよ。元気いっぱいでしょ。これが私のいいところ。私ね、ミヤコみたいにすごい呪術師になりたいの。だから社長、たくさん呪術教えてね。さあ、ドーンとかかっていらっしゃい。あたしがまとめて相手をしてあげるわ。みんな弾き飛ばしちゃうんだから。さあ、次は誰？あんたがあたしを倒すっていうの？小さい子なのになかなか度胸があるわね。そこは認めてあげてもいいわ。でも私、手加減はしないから、本気で行くわよ。いいわね。車掌じゃない。何をやってるの？何って、真剣勝負の真っ最中よ。話してちょうだい。車掌だって邪魔はできないんだから。見ての通りおはじきよ。これは真剣おはじき勝負なのよ。そこにおはじきがあったから。道にね、おはじきが落ちていたの。一つ拾ったら少し先でまたキラッてして、でその先にまた一つ落ちてて、小さい子が気づかないで落としていったのよね。私の宝物コレクションに加えるつもりでいたんだけど、ちゃんとその子に返してあげたわ。それでほら、私おはじき得意でしょ。ここにやってきたついでに挑まれた勝負を受けることになったってわけ。か？頼まれた買い出しの途中だったか。そうよね。その前に私、決着をつけてあげなくちゃ。だってここで逃げたらカラスが廃るもの。お願い車掌、あと一勝負だけいいでしょ。ね
話がわかるじゃない。順番よ、順番。カラスのお姉ちゃんか。別にそれでも構わないんだけど。そうね、せっかくだからあんたたちに教えておいてあげる。私の名前はね、カラスのカリスマ、カラスマよ。カーカーカー。さあ次は何して遊ぼうかしら。社長、ミヤコは、ミヤコは大丈夫なの？ミヤコ、ダメよ。私を置いて死んだりしちゃ嫌。勝手に殺さないで。え？あと、廊下を走るのも良くないよ。ミヤコ、生きてる。生きてる、生きてる、生きてる？ちゃんと生きてる。これは、ただの…くちっ。風邪をひいただけ。よかった。ミヤコが熱を出して倒れたって聞いて、私びっくりしたんだから。ねえねえねえ、ミヤコ。何かしてほしいことある？あるよね。あたし、みやこのためなら何だってするわ。だってあたしとみやこは、運命で結ばれてるも当然の仲なんだもの。特に何かを結んだ記憶はないんだけど。でも、手伝ってもらえるなら助かるかも。ねえ、カラスマ。何でもっていう言葉、その通りに受け取ってもいい？実は、今日中に済ませておきたい用事があるんだけど。もちろんよ。このカラスのカリスマに、バーンと任せてちょうだい。お使い、お使い、ゴー、ゴー、ゴー。ミヤコってば優しいわよね。荷物を届けるくらい私は一人で大丈夫よって言ったのに。心配してくれたのかしら。車掌も一緒について行ってあげてーなんて。あの時はたまたまよ。ちょっとアクシデントがあっただけじゃない。私だっていつもああじゃないんだからね。今日はミヤコからのお願いだもの。寄り道なんて絶対しないわよ。ミヤコに迷惑かけたら、あたし、八重さんに顔向けできなくなっちゃうでしょ。恩人にそんなことできないわ。この話って、前にも車掌にしたことあったわよね。八重さんはね、あたしの両親を救ってくれたのよ。血は繋がってなくても、私を育ててくれた大事な父ちゃんと母ちゃんだから。あの時は涙が止まらないくらい本当にありがたかったの。私に呪術の才能があるって教えてくれたのも八重さんなのよ。あの人がいなかったら今の私はここにいないわ。はあ？こういうのも恩返しになるの？そんな深い意味なんてないんだけど。これは大好きなミヤコのためだから、それだけよ。さあさあさあ、車掌、早く届けに行くわよ。お土産いっぱいもらっちゃったわね。でも、これで今日の任務は無事完了。ミヤコ、熱は下がったかしら。帰ったら私が看病してあげなくちゃよね。
献身的に都の看病をする私、それに感激する都。あー、どうしよう、都が私のこと好きになっちゃう。あら、なになになに、どうしたのかしら。この子ずいぶん慌ててるような気がするんだけど。あそこに何かあるってこと？そうね、そうよね。だったら確かめなきゃ。あそこにカラスたちが集まってるわ。あの下に何が。あ、大変、誰かが溺れてる。車掌、ちょっとこれ持ってて。大丈夫よ、今助けるからね。頑張ったわね。でも次からは気をつけるのよ。それにしても車掌ってばひどいわ。ロープを投げればいいんだって先に教えてくれればいいのに。だって溺れててすぐにでも沈んじゃいそうだったし、今すぐ助けに行かなきゃって思ったんだもの。やだ、もう下着までびしょびしょ。まさかこんなことになるなんて思わなかったわ。助けてあげられたからよかったんだけど、あのカラスたちのおかげよね。きっとそうなんだと思うわ。あの子を助けてあげてって私を呼びに来たのよ。恩返しのためにね。あの女の子、怪我したカラスを助けたことがあるって言ってたの。カラスってね、人の顔を一回で覚えるのよ。あの子に優しくされたこと覚えてたカラスがいたんじゃないかしら。私もね、困ってる人がいたら絶対に助けるって決めてるの。だって私が八重さんにそうしてもらったから。そうね、そうに違いないわ。なんたって私はカラスのカリスマ、カラス